アナリスト協会における経済の組織化、またはアナリティに向けた革命的移行の段階中、本質的なリバータリアンの社会革命、リバータリアンの背景、方向性、目的の経済の組織化とその発展と展開は、資本化と国家システムの根本的な変化を不可欠にします。この変化は必然的に、両方を廃止して克服し、 新しい経済とアナーキスト社会、またはそれに向けた更新の民主的社会主義の基本的な基盤を築くことを意味します。普遍的な人類の歴史の与えられた段階において、アナキストもリバータリアン共産主義社会も、エンチャントの芸術によって、1日でも世界レベルで同期された方法でも実現されないでしょう。社会革命は、 世界のすべての国で同時に起こることはありません。また、地理的、気候的、民族的、人工統計学的条件、産業開発、自然の富、原材料の有無、農業の可能性、環境条件のため、単一のタイプまたはパターンに基づいて均一にすることもできません。 精神性や文化などは樹液やリバタリアンの方向性の決定的な影響下でもその建設的な編集に影響を与えその密度と示された特定の特性に従ってそれらは普遍的にだけでなく各国では絶え間ない改善と調和の取れたバランスを求めて多面的、多面的多元的なプロファイルと側面の下でのシステムとその新しい構造。 しかし、アナキストまたはアナキスト社会の本質的な特徴と、それに到達するための実用的かつ効果的な手段と手順は、現実を把握し、その中に深い溝を開くための協力で明確なガイドラインで明示されなければなりません。明日は無料、今日から、新しいリバータリアン経済とアナーキスト社会の目的は、 社会的領土と人間の連帯の環境において、それを構成するすべての人の自由と幸福でなければなりません。この目的を達成するためには、たとえ一時的と呼ばれていても、すべての権威ある資本主義機関のあらゆる形態の独裁政権下での国家の消滅が不可欠です。自由財産の人ごとの社会的階級。 階級階層及び特権の搾取及び抑圧のすべての形態及び手順の従業員の残念ながらある国の社会革命はその初期段階ではその国自体の特性とそれが勃発または発生した時点での手段を必然的に課す特定の決定された条件を超えて進むことはできませんが少なくとも経済秩序では 世界的に考えられている経済は瞬時に作成または開発されないため最初の瞬間からその肥沃な足跡とアナキストの側で達成するためのしっかりと定義された意思を刻印する必要があります。最大の実質性、性が及びリバータリアンの発展を現実に変換します。そしてモットーはべての人のための自由、パン、衣類、住居。 文化、そしてレクリエーションであるべきです。彼の手段によるそれぞれから彼の必要性によるそれぞれへ、新しい社会の自由な組織に反対する全ての内部の障害、権威主義と搾取の過去の生き残りを破壊し、一掃する必要があるでしょう。そして、特にそれが明確なアナキストの支配的な類型学で提示されている場合、 国の社会革命をサポートする世界の革命的な連帯をあまり期待することはできません。国際的に支配的なブロックからのすべての援助は衛生化に向かう傾向があります。また、重大な革命的変化には、経済的停滞、実験的思考、追求する目的と目的に最も適した構造の調整の期間があり、 革命的な変革の流れとその価値を試してみる必要があります。達成と建設のための能力。会社の存在と自由な機能を確保します。最初の瞬間から、生産、供給、パフォーマンス、生産性の向上を確保する必要があります。生産的な作業クラスを悪用したり、使い果たしたり、作業基準を逸脱したりすることはありません。 社会革命とその統合の当面の勝利とその進歩的な発展の将来の段階は、労働者自身の社会的、経済的、文化的、イデオロギー的訓練、私たちが特定の革命的及び自由主義的能力と呼ぶことができるものに、個別にそして世界的に大きく依存します。考慮されます。新しい秩序の本質的な要素は、 自由で自己意識のある人でなければなりません。経済のタイプはなく、すでに可能な限り全てを破棄しています資本家と国家のシステムが無政府主義と実質的であると仮定します。私たちの目標は、自由に暮らし、可能な限りのことをして、誰もがそれを楽しみ、平等な条件下で、人々の土地、自然、 連帯の努力が区別なく一人一人にどれだけ提供できるかを楽しむことです。社会的無秩序の幅広い需要。同じ理由で、私たちの統合的社会主義、民主的社会主義の概念は広範で網羅的ではなく、その可能性と実際の適用の様式において一方的でも均一でもありません。 作取のすべてのルーツがそれらから除外されるという条件で、相互、集団主義、協力などの他の形態の社会組織、人間のニーズを満たし、人々に最大の自由と最大の幸福を保障するために最も公正かつ適切な経済モダリティの実験の自由は、当然のことながら、彼らを活かせようとして、 無政府主義社会に開かれた道を持っているべきです自由生産者と連帯消費者の連邦連合に基づく全体と一般的なシステムの共存との共通のコンサート。実験の自由。社会化、相互主義、アナーキスト、プルードン、アナーキー集団主義者、アナーキスト、バクニン。メラ、リバータリアン共産主義者またはアナーキー共産主義、アナーキスト、クロポトキン、マラテスタ。 協力主義者、商業化されていない、などの実験と共存。地方、軍、地域、または国の規模では、リバータリアンシステム内で、基本的に自律的で連邦主義的な、本質的に反権威的な無秩序の原則を保護することが可能かもしれません。そして特に、論理的に自由主義者であるように、人間の進化と社会的形態の進化は停滞せず、 経済構造は決定的で普遍であるとみなすことができないと理解されている場合、常により多くの自由、より幸福、すべての豊かさ、より優れた完成度、そして個人、社会的集団、人間的集団の完全な発展のための最適な条件を作り出すためには、それはアナキスト社会の方向性と目的でなければなりません。リバータリアンの社会経済組織。 自由主義の社会的及び経済的スケッチ。経済は社会基盤なしには発展できません。そして人間や集団が存在するところでは同じ共存から社会が生まれます。同じ単純で自然な生物学的秩序によってさえ魅力のない要求とともにニーズが提示され一般的な面で現れ集合的なセットを超えて 人々に秩序または規制原則を求める義務があると自分自身を見てもらえます。自由に受け入れられ、意識的に同意された合意または契約に基づいているかどうかにかかわらず、自発的に適用されるかどうかにかかわらず、少なくとも人間の共存自体と互関性があります。アナキストの概念、少なくとも自由協定によって組織化の基盤を認めるもの、では、 リバータリアン共産主義は、神秘化することなく、明快なリアリズムで解釈された批判的な過程に基づいて、社会の形成と発展をより実行可能にするシステムまたは構造メカニズムです。それらの意味と内容の、新しい社会の基礎、無料のコミューン、私たちにとって、個人、グループ、集団に加えて、 新しいリバータリアン社会組織の基礎または生きている細胞は自由なコミューンです。市民の一人一人によって構成される無料のコミューンは単純な管理面で一般的な社会的調整の機能を持つことができます。権力や政治制度ではなく地方の領土レベルでの社会奉仕です。それらの機能は 共同体の自由な集会自体が相互の合意によって行った決議と決定に従わなければなりません。共同組織からすべての権威主義とすべての官僚主義を追放しなければなりません。無料コミューンの軍、地域及び全国連合は国の一般的なレベルまたは特定の地理的及び民族的ゾーンで構成され国際的に連合することができます。 コミューンはそれ自体に政治力を集中させてはならず、軍事力を低下させてはなりません。革命的な力すらありません。全ての政治的権力は廃止されなければならず、誰もそれを行使してはなりません。また、コミューンに経済的所有権が存在するべきではありません。それは、その地理的及び歴史的用語を閉鎖された保護区または領土にします。 すべてのコミューンは、すべての自然または作成または製造された富、すべての製品、ツール、または材料の商品は共通の遺産であり、すべての人が自由に使えるままであり、その使用は規制されているという原則に基づいて、連帯を受け入れ、実践し、受け取る必要があります。自由に、そして自発的に確立された集合的な規則によって、 革命的な組合とその機能について、社会主義社会主義社会における仕事の組織とその機能を最も確実にすることができる有機体は、産業、分野、工産、研究所、及びセンターからの自由労働者で構成される革命的な新ジカリスト労働組合です。研究と検索、技術的な専門分野のもの、地方、軍、地域、 国内及び国際連合の支部及び業界ごとにグループ化された組合。そして、責任ある管理の下で、工場やワークショップ、フィールド、交産、マリーナ、科学技術研究所を直接管理し、ニーズに応じて、社会とその構成要素に不可欠な全ての物品や物の生産を保証できる組織です。彼らは自分自身を感じさせ、自分自身を提示し、 彼らの強みと能力に応じて、誰も特権も利用することなく、共通の努力へのそれぞれの貢献で豊かさを生み出すという目的を追求します。全ての材料、経済的及び技術的資源、製造品、農産物、家畜、漁業製品などは、適切かつ最も適切な期間を通じて流通。 交換のために検討され、一般に利用可能にされなければなりません。そして最も公平な分布。組合の連合は、産業、農民など、または公共サービス、郵便サービス、通信、輸送などの生産のカテゴリーによって形成される場合があります。ブルジョワジーと本化及び権威主義的構造の消滅を伴う社会革命は、 新しい経済秩序を確立する必要があり、それは必然的に他の作業様式、製造の再調整、専門家の再転換、異なる生産の専門分野を意味します。職業または産業による労働組合はいずれも、工場、機械または製造された製品の政治的権力または財産を有してはならない。コーポラティストの所有権は、 アナーキスト社会にも根付いてはなりません。自己管理は、意識的で自発的な個人的及び専門的責任の高い感覚によって制御された、仕事と生産機能の最良かつ最も合理的な組織を確保することに基づいている必要があります。工場、会社、ワークショップ、または生産コミュニティの自己管理委員会または委員会は、 それらに雇用されている担当者によって直接任命され、定期的な更新の対象となり、取り消すことができます。事務局は委員会やあらゆる場所から追放されなければなりません。いかなる状況においても、同じ技術者または専門家にコマンドステータスを与えるべきではありません。私たちは、他の労働者を平等に考慮しなければならない。 責任を持って仕事を担当する技術者または専門家に指示命令の付与など、組合にすべての権力の原則を認めることに反対します。道徳的かつ効果的、生産者は一般財のサービスで共通の会社の仕事に協力します。流通と消費。私たちが擁護し提唱する社会組織の目的は、グループ、一族、団体。 団体によって操作または独占される産業的または商業的利益または利益ではなく、連邦またはコミュニケーショ内の共通の利益であるべきです。自由で連帯して。一方で、アナーキスト社会の経済形態やメカニズムは、堅固な鎧、一枚岩の体制、動かせない構造に組み込まれるべきではないことを私たちは理解しています。 被作手、富、商品、土地、機械、製品のコミュニティの基本原則を尊重し、すべてを利用可能にし、個人及び共通の消費と使用を行う必要があります。そのため、組合と連帯の中での自由、パン、文化、独立がより確実になり、すべての人に保障されます。 農産物及び製造された製品の一般的な調整された小売流通は、生産組合及びコミュニティが製品を供給及び預けることができる供給倉庫及び卸売供給に基づいて、消費者団体または連盟によって保障される。すべての商業主義から免除された。 小売流通の資格がある消費者共同組合及び店舗またはセンターを通じて、革命の組織、コレクション、生産集団、そして特に農業、農村、農民の環境における生産と消費の混合グループでさえ、重要な有機体として、新しい経済の定着と発展の適切で効果的な手段の間の重要な要因になる可能性があります。 新しい連帯経済における自由な協力の原則に基づいて、商業主義や同意、生きている集団主義者、共産主義者、アナキストの実現の実用的かつ効果的な表現として、リバータリアンタイプの集団のそれは、超越的な歴史的リアリズムの与えられた状況で、 人々の経済的発展を確実にするための効率的な有機体として現れる、スペイン革命の間に提供することができます。とりわけ、組合や他の共同組織と協力し、互いに補完し合い、それぞれの定義された領域とそれぞれの特性、社会またはコミュニティに固有の経済的及び社会的ニーズと機能に参加します。社会経済評議会。 実用性の補完的な組織の中で、アドバイス、情報と統計、技術的ガイダンス、より完璧な組織モダリティの検索、地域と一般的な調整、同じ多様な経験から得られた実践的な教訓生産と消費、経済発展の可能性の搾取と研究、そして共通の新しい富の搾取には、地方、軍、地域の経済評議会があり、 連邦国民経済の総評議会につながる可能性があります。これらの経済評議会は、執行権を持つべきではなく、人へに助言と助言の使命を持つべきです。それらは、固有、組合、集団、共同組合及び消費センター、技術的及び文化的組織によって任命された代表者によって形成される可能性があります。 私たちが擁護し提唱する社会組織の目的は、産業的または商業的な利益または利益であり、グループ、一族、団体または団体によって捜査または独占されるべきではなく、公益であるべきです。これらの評議会のメンバーは、社会経済評議会と呼ばれることもあり、それぞれの機関によって任命され、 更新可能で取り消し可能な一時的な基準で委任されます。形成される可能性のある社会経済評議会の中には、本質的、物質的、生産的、関連、文化的、芸術的ニーズなどを考慮に入れると、食品、住宅、衣類、農業及び家畜生産のニーズがあります。林業、工業、漁業、輸送、通信、グラフィックアート、 プレスト、本、夜勤と鉄鋼産業、水、電気、原動力。化学産業のそれ、ガラスとセラミックの枝のそれ、木の枝のそれ、建設のそれ、健康のそれ、文化、芸術とレクリエーションのそれ、科学、研究と技術のそれ、倉庫のそれ、クレジットと交換、対外関係、輸出入。これらは、地方、共同体、組合、集団、共同組合。 自治グループの支部を通じて、中央主義なしに、下から上へと絡み合っています。執行権のない、自律的な実態と団体の調整と連帯のための総評議会。私たちがリストする様々な評議会の名前は、私たちが与えるものとは異なる場合があり、カップリングは多かれ少なかれ幅があり、専門分野または支部による協会は、 示されたものよりも、多様または合成的です。そして、それらは常に、利害関係者間で、直接、いかなる共生もなしに共同で採用されます。一般的な考慮事項。これらのモダリティや公式を描いたりスケッチしたりするときは、権威の影響や階層を避け、リバータリアンのアナキストや共産主義社会の傾向を一元化、吸収、独占し、 自由、自立性を与えたいという願望を持ってそうします。生きている、構造的、機能的、実用的なコンテンツと、より大きな進歩と上昇の改善の刺激剤私たちは、男性と女性の変革的で創造的な社会的ダイナミックエネルギーを、当然のことながら、彼ら自身の良識に基づいて、それ自体、ここに、 そしてコミュニティ全体に自発的に関連付けられた自律的なユニットとして基盤を置いています。変革の段階で共産主義の完全な実現に向けて産業及び農業の発展が様々な理由であらゆる種類の製品を蓄えたり乱用したりすることなく過剰で自由な個人の獲得を生み出すのに十分な程度に達していない場合適用された社会化 集団主義または初期の共産主義のシステム内での分配及び消費の規則化は必須ではなく、それは最も合理的かつ公正であるべきであると考えられています。購入施設を提供するために、報酬システムの利便性または有用性を考慮した場合、私たちは同じ意見です。私たちは彼に反対しています。なぜなら、報酬が等しくなければ、 それでも、致命的に不正に陥り、利己主義と恨みを引き起こし、長期的には不平等を復活させるのではないかと恐れているからです。私たちの意見では、リバータリアン社会学ですでに非常に物議を醸しているお金の存在もお勧めできません。そして、債権やバウチャーに基づいて、金銭的サインが確立された場合、 それは銀行型の組織に集中してはならず、むしろこれらのバウチャーや通貨債がコミューンによって内部的及び一般的に発行された場合、それらはそれらすべてに購入と交換可能な価値を持っています。種や製品における金銭的兆候の価値の蓄積、コミューンの側でのより発展した地域のより強力でより重要な または、より繁栄したコミュニティまたは、会社のあらゆる性質の蓄積集中化と独占を避けて戦わなければならないのと同じ方法。一般的な経済計画を確立する必要が生じた場合、貢献する当事者またはユニット、またはその支援とレソースが必要であるか影響を受ける可能性があるものが犠牲にならないようにし、事前にそれを受け入れる必要があります。 効果的で議論の余地のない力の全能性により、抑圧または不正のリスクが生じ、反逆は避けられない防御反応として現れるでしょう。社会は、すべての細胞またはそれらのグループ、すべての機関がその機能を果たし、生命と健康を確保する生物のようなものでなければなりません。自律的に現れ、それ自身で貢献するそれを豊かにし、 活力を与え、その知性、理由、知識をもって、意識、ヒューマニズム、調和の取れた発展、創造的で上向きの衝動を与える個性。私たちが擁護し提唱する社会組織の目的は、産業的または商業的な利益または利益であり、グループ、一族、団体または団体によって、操作または独占されるべきではなく、公益であるべきです。 私たちから遠く離れているのは、普遍のガイドラインで定義するふりをすることです。これは、大まかなストロークではなく、詳細ではなく、アナーキズムの社会的、倫理的、経済的基盤です。同じ混乱のために、同じ理由で政治用語を使用しません。民主主義がそれ自身を課すように、それはそれ自身を課します。歴史の進化は、 連続的な上昇線をたどるどころか、起伏のある痕跡ではなく、矛盾に満ちていることを私たちは知っています。新しい社会的及び経済的形態、そして意識と意識自体の発達はそれらを通してです。人間の倫理は、社会生活とその永続的な更新において、克服され、新しい形、構造、及び人間の倫理の認識に道を譲り、 克服され、また一時的な存在を有する新しい形、構造、及び概念に道を譲ります。形、新しいものの永続的な創造的なダイナミクス、その変調とその刻印を、各町と世界の各時代の現実に刻印します。進歩に弾みをつけ、脳、良心。 そして一人一人の意志を通り抜け、新しい儚い現実を形で形作る細菌を生み出すのは、まさに生命の方言です。これを認識し、アナキストとして、すべての大胆な進歩的な実現者のために戦い、革命的な精神を生き生きとアクティブに保ち、継続的な開発の過程で、自由な明日の構築に、障害や制限を課すことはありません。私たちは、 テーマらに関するこれらのメモに限定します。徹底的な主張なしに、そして独創性の主張なしに、リバータリアンの協議への貢献における共通の考えと内容への貢献として、アナーキスト社会またはアナーキーへの革命的な移行段階における経済の組織化。ピリオド。